そわそわする時期じゃないですか。<laughs> なんか、学生とかどうだろう。うん、私はもうそわそわしないんですけど。どかね、<laughs> 学生とかはそれんじゃないですか。はい。そういうなんかね、うん。アバンティーでもあのー、結構バレンバレンタインデーとかホワイトデーとかは、はい、あのー、来店したカニさんにあのー、クッキーとかチョコレートを出わ出し、はい、して、あのちょっと。 こだわってなあのいつもご利用ありがとうございますっていう思いを込めて<も>あのなんか感謝みたいな、はい、よく書かれてるちょっとクッキーとかチョコレートうんそういうのをちょっとお渡ししてる恒例で、えー、男女問わずに <laughs> 分かったなんでそんなに気分が上がらないかというと、うん、多分女の人から男の人にあげるからだ私女性なんでああ <laughs> 逆だったらワクワクするかもしれない <laughs> そうそうそうなんかもううん 逆に問わず、なんか、でも、そういうふうな感じになってきてますよね。なんか、それきっかけに。そういう時代とともに、まあ、それきっかけに、みたいな感じで、まあ、施設もちょっとそういう、うまあ、日頃の感謝を込めて、っていうことで、<ー>うん、まあ来、来館の時に、こう、手渡したりとか、<ー>自分のところも、もう、あの、なんていうんですかね、もう、オープンの当初から、アバンティールオープンの当初から、もう、はい、自分がもう、バレンタインデートホワイト、 では、自分の好きなケーキ屋さんの買ってスタッフにこう、はい、あれしたりしてるんで、そういう感じで、そういうなんか、やっぱり、あのー、スタッフがこう楽,しこう楽しんでると利用者にも伝わるので、まあ、そういう意味も込めて、うそういう感じで、あのー、やっているんですどね、毎年ね。 あなんか探さないととかね。うん、あ、いいですね。っていう感じで、で<も>あの、イベントとしてもうやっていますっていう感じですね。うん。うんんだから、そういう、なんか、そういう時期になるとあ、そういうの準備しないといけんなと思いながら、<笑><笑> <laughs> <め> <laughs> やっていますっていうわけですね。うん、で、また、あのー、今月は2月18日、あのー、沖縄マラソンっていうことで結構、 あの、マラソンとかね、フルマラソンとかハーフとか参加する、あの、会員さん利用者も多いので、はい。えー、アバンティでも、あの、ケアとかっていうところで、あの、サポートさせていただいているので、うまく、こう、ご利用しながらとかね、また、このラジオを聞いた方で、また、あの、あ、自分はやってもらいたいっていう方がいらっしゃったら、気軽に、はい。お問い合わせくださいっていうことで、はい、うん。よろしくお願いしますっていう感じですね。うん。はい。では、今日のテーマなんですけど、脂肪と筋肉の 役割についてっていうテーマで今日はお送りしたいと思うんですけど意外と脂肪って何て言うんですかねどちらかというとこう、うん、マイナスなイメージなんか,かあってはいけないみたいな感じでっていうイメージが多くて筋肉はあのよりなんかつけないとなっていうところもあると思うんですけど、はい、脂肪は脂肪であの役割があるので、まあ、そういうところの、まあ、ちょっとなんか 脂肪と筋肉のイメージが、ちょっとこう、なんかこう、プラスとかになればいいなっていうところの話をしていければなっていうところなんですけど、あのー、そもそも筋肉っていうのは、あのー、タンパク質が、タンパク質からできていて、で脂肪は脂質からできているっていう、うん、大きくもう、全然違いますよっていうところと、あと、筋トレする、 まあ筋肉トレーニングすることによって、ね、エネルギーとして脂肪を消費していくっていうところで、まあ、脂肪燃焼が起きるのでだから、まあ、体についてる脂肪でエネルギーを作ってるっていう,、まあ、もうそういう DNA の中でもう古来の中でなかなかね、はいあのー、食料も取れないっていうところでやっぱり蓄えるって言ったら体に蓄えてっていう体のやっぱりそういうのが。 だから今はもう何でもね食べたいと思えば気軽に食べれる時代になってしまってるので,うで、ねうん、だからどうしても食べ過ぎたりとか、うん、そういうのがどうしても起きがちなんですけど、はい、まあこれはこれで脂肪を蓄えるっていうのはどうしても必要な、あのー、体にとってやっぱり必要なあのものなので、はい、これをつけすぎないっていうのがまあポイント。 でもあったりするので、まあ、その辺の話ができればなっていうところなんですけど、どうしてもね、あのー、筋肉もね、あのー、筋肉の種類も約640種類ありまして、そんだけあるんですよ。上腕二頭筋とかそういう名前が120本。うん、うう640あるので、 よくね、逆に言えばもうストレッチね <laughs> それを全部伸ばそうとすると難しい話ではあるんですけど <laughs> うん。0 0円事もあるんだったのでついてるのかなあ全部ついてます,てます、えー、うん。細かくついてるので、うんまあ、その中でまたあのアウターとかイン,ターインナーマッスルとか、まあ、代表的なのが、まあ、骨格筋というものがあって、はい 骨格筋、心筋、低滑筋っていう、うん、あの3種類の大きく,分,く分かれてるんですけど、はい、骨格筋っていうのは運動や姿勢を保つ基本的な筋肉、はい、基本的な、うん、オーソドックスってことですかそうそう,そう基本的に、まあ、皆さんがこう体を動かすにあたっての,、うん、あの大事な筋肉、うんうん、またさらに大事なのは、まあ、心筋っていうのは、まあ、心臓24時間動かす、はい もう,もう休まずみたいなっていうところとあ,のあとは平滑筋っていうのはあの血液や内臓の働きを補っていますよというだ代表的なのもこの3種類と言われているので、はい、まあ意識してできる筋肉と、まあ、自動的っていうかもう,もう常に動,動かされてるっていうか、はい、動いてるっていう筋肉とまあ分かれてくるんですけど<ー>うん、うん、そういう筋肉の種類もあって。 まあ、大体、まあ、自身でトレーニングしたりあの鍛えたりしてこう向上させていくのがまた、うん、あ骨格筋っていう形になるので<ー>、うん、その、まあ、姿勢を伴う骨格筋がしっかり、あのー、作れてると姿勢が良くなって肩こり腰痛防止になりますよというで、はいまあ、そのちょっと余談なんですけど、あのー、一番こうつけてほしい筋肉っていうのが、まあ、体幹。はいうん っていうところで、やっぱり姿勢をこう常にいい状態でキープできるっていうところが、あのー、そこが弱くなると背中が丸まったりとか、この骨盤の位置が変わったりとかするので、不具合の原因になったりするので、体幹を強化して、姿勢筋をすごい伸ばした状態でキープできるといいですよっていう感じですね。するにあたっって、なかなかかちょっとね、あの、 下半身行ったりあの腕行ったりっていうところが多い中で結構ね腹筋背筋とか体幹トレーニングっていった時に意外とね、あのー、こう意識してできるっていうのはなかなかね、はい、取りづらいと思うんですけど、うん、逆に言えばいろんなこのパーツトレーニングする中での,あの姿勢をキープするっていうのは全て体幹を通してのトレーニングなので、はい、本来はあのー、いろんなパーツトレーニングする中で体幹をしっかり あの、位置をキープしながらやると、すべてのトレーニングの中で体幹使ってますよっていう、トレーニング内容もできますよというところですね。うん、うん。あとは、えー、そうですね。うん。まあ、筋肉っていうのが、まあ、曲げたり伸ばしたり、基本的にはそういう体の動きをサポートするっていうところが、まあ、主な一般的な使い方、はい、動きがある、ありますよっていうところで、うん、うん。で、例えば逆に、あのー、 よく寝込んだりとか、あのー、して、1日動かさないと、筋肉ってどうなるのっていうところがあるんですけど、結構、なんか闇あの、ちょっと体調悪くてとかで、寝込んでましたとかね、はい 2>, うん、2、3日とかやって、ねっねうん、ちょっとまあ体調良くなって動き出し、体が重いとかあると思うんですけど。はい あのまあ、データ的に言うと1日寝たきの状態で大体1日3%から5%筋肉が落ちるっていう。結構じゃないですか。うん、<laughs> っていう。<laughs> 筋肉低下するっていうことがまあデータとしてちょっと上がっていて<ー>だからその辺のまあだるさだったりそういうところのやっぱりちょっとこう病み上がりちょっと体が重いなとか動きづらいなっていうのはその辺もちょっと。 関係してくるかなっていうところですね。うん。うん、まあ、うん。そういう、こう、なんか、脂肪とか、そういうところの、なんか、こう、イメージとかありますまマーナさんは。うん、脂肪のイメージですかね。イメージ、妹、もう、女性はね、なんか、<laughs> できる限り、みたいな、なんか、特にお腹周りとか、足周りは、はい、<お>いやあのー、<laughs> 基本的にはみたいなところではあると思うんですけどね。だから、うん、いらないなーって思いますよね。<laughs> 基本的にはね。そうそう脂肪にも何か種類あるじゃないですか。うん、皮下脂肪とか。内臓、はい、脂,脂,脂肪ね。うん、<う>いろんな脂肪があって、結構、こう。でもなんか、風きやす 風邪引きやすくなるって聞きますね。うん、そのあんま脂肪がなさすぎると。うん、免疫力があそうですね。うん、結構、あのー、なんていうの、減量中のボクサーとか、はいあのー、ボディービューザーさんは、その、ちょっと大会前になると、うん、そういった体調管理の上で結構免疫力がちょっと低下する。ですよね。だってね、うん、そんなエネルギーもついてないわけですか、うんうん、もう体脂肪一桁とか。 ね、うん、まで追い込んじゃうと、そういうちょっとあの免疫力の逆に低下につながりますよっていうのがちょっとありはしますね、うん,う,んうん。なんか隠れ肥満とかっていうのも聞いたこと、うん、なんか、ねうん、見た目、そんな太って見えないけど、うん、意外と筋肉量が少なくて、脂肪のパーセンテージが多い方とか、うん、なんか今の若い子たち多いとか、そうですよね、結構。 女性がまあ、前もちょっとね、点まで取り上げましたけど、女性は皮下脂肪がつきやすく、はいね、男性が内臓脂肪がつ、ね、きやすいので、うん、その辺のまの、ちょっと女性、男性でもちょっと若干違いはしますけど、ちょっとここで一回 CM に入ります。 いきますはい、はいえー、後半戦ですね、えー、脂肪今日の手は、えー、脂肪と筋肉の関係性ということで、えー、お送りしておりますということでねいろいろこう筋肉について、まあ、筋肉が、まあ、あるともいいっていうことはあのー、体を動かす過程でも動きやすくなるし、うん、体を守るとかね まあ、熱を出す代謝をアップして、あのー、血液の巡りを良くするっていうメリットがあるので、はいうん、まあ、あとは、この、筋肉をつけることによって、まあ、結果、健康寿命が伸びたり、ダイエット効果にもなるし、あと、やっぱり血行が良くなるので筋肉をつけると、はい、肌とか美容にも良いっていう、うん、結果も出てるので、<ー>まあ、そういう意味で、まあ、筋肉つける、はい、うん、うん、っていう、まあ、 女性とかねあの、ゴリゴリに男性みたいにあのつけたくないよーっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあそういう美容とかね、健康にもいいっていう意味合いでは、ちょっとね、うんこう、トレーニングをちょっとやってみてあの、体のコンディション作りのためにっていう意味合いでもこう効果ありますよーっていう形ですね。うん。そういう使い方をするといい、うん、ですよーっていう。あとはまあ、えー、 脂肪の、あのー、なんですかね、あのー、げんあ原因ってなるし脂質ですね。脂質はまあ三大栄養素の一つで、はい、まあ、あのー、一一グラムあたりえ九、ー、キロカロリーははいいっていう形でまあ消費されるっていう感じなので、そういうまあ、あのー、三大栄養素もタンパク質、脂質、炭水化物ってまあ三大 栄養素ではあるんですけど、その中の一つの脂質なので、そこ1ムで9キロカロリーを発する、まあ、ガスあの車でいうガソリンみたいな感じで、はい、うん燃費あのこうこ、体を動かすのに大事なエネルギー源になりますよというところですね。うんうん、あとはまあ筋肉と脂肪のどちらが先に 落ちますかっていうところなんですけど、はいうん、運動不足になると、あのー、脂肪より筋肉の方が、えー、早く落ちてしまうのでこの辺も防止するためには、はい、あの運動維持するためには、まあ、運動体をいかに動かすかっていうところが重要になっていきますよっていう形なんですけど、はいうん、で結構ウォーキングされる方とかねあのいらっしゃると思うんですけど あれは、まあ、ま、心拍数、まあ、強度にも、あの、歩く速度にもよるんですけど、この、早く走っしたりジョギングすることによって、うん、まあ、心肺機能とか、血液循環を良くしてとか、あと、はい、まあ、今いる、言った、あの、体の中の脂肪、だいたい20分ぐらい、あの、有酸素、運動すると、はい、20分後、あとぐらいから、 まあ、あのー、脂肪燃焼が始まるって言われてるので、そういう意味では、代謝としては、あのー、この、脂肪を減らすとか、体力をつけるっていう意味で、相手、はい、はいいんですけど、逆に、筋肉がつくかって言ったら、あのー、またちょっと別な話になって、うんうん、筋肉は、あのー、強度を、こう、負荷をかけないと筋肉って、あのー、増えないので、はいはい、意外とウォーキング、 してるけど筋肉量が増えないっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなっていうところなのでいかに負荷をかける<ー>大股で歩いてみたりとかはい、はい、坂道の方を下りをあ上りを多いこうルートをこう歩いてみたりとか、うん、強度を高めることによって筋肉に刺激を与えるいかに筋肉に刺激を与えるかが筋肉をちょっと増やしていく代謝を上げていくっていう、はい ポイントになるので、えー、平坦の道を軽くこうウォーキングするやらないよで全然いいんですけど、はい、さらに効果を出すって意味合いではちょっと刺激をこうさらにプラスアルファっていうところでやるともっと効果が出ますよっていうちょっとこう、はい、情報ですけど、うん、で結構ね今あの公園とか歩かれてる方も結構多いと思うので、はいはい、そういった中でさらに効果を上げるためにはっていう意味合いでは ちょっと強度を、こう、膝をちょっと上げてから、こう、ちょっと陸上選手がやるような動きを取り入れてみたりとか、あ,<ー>あの、逆にトレーニングに関しては無駄な動きをいかにやるかとか、<laughs> <laughs> っていう、うん、コンパクトに、コンパクトに動かなくて、うんうん、まあ、アスリートとかね、アスリートとか、あの、はい、あの動きの中でコンパクトに動く、あの効率よく動くっていうのは、あり、それはそれであるんですけど、はいはい。あの、一般の方が運動するって、あの、 運動効率を高めるという意味では、うん、いかに全身を大きく動かしながら、うん、まあよく、ね、手を大きく振っている方もいらっしゃるので、まあ、それも一つなんですけど、うん、そういうところでいろんな可動域であの動かしながら歩かれるとより効果的ですよというところですね。と、うん、いうのも取り入れてみると、かなりいいと思います。運動とか ウォーキングとかされてます今、続いてます今、寒くなってるからね。そうですね。朝はちょっと歩きたいんですけど、なかなか最近できたりできなかったりじなんで。でもやっぱり歩いたらちょっとすっきりするんですよね。走ったりはあまりしないんですけど。景色見ながらね、そういうところ。なんか、ジムでやるときもあるけど、 やっぱりちょっと涼しくなってきて沖縄も、うん、なんか外を歩くのいいなって、うんね。結構気分転換にもなってきて、なんか静か音聞きながらとか、うんこう。運動効果を高めるっていうのもあるんだけど、まあ、こういう心理的効果、うん、うんリフレッシュっていう意味合いでも、景色見ながら歩くっていうのは、さらに倍率、あまあ効果を上げるっていう意味合いでは。 何効果ですかなっていう、はいうん。だから何に重心、えー、あ重点を置くかで、はい、あの体の使い方とか、うん、まあこの向き合い方が変わってきますよっていう感じですね。結構、うん。あとは、えー、そうですね。脂肪しゅあのー、例えばまあ今運動して脂肪が落ちました。あの燃えた脂肪はどこに いくかかっていうイメージとかありますあーあまりー考えたことないですよね。なななね。意外とあどこにこうまあ蒸発,蒸発するのか <laughs> ちなみに<の>脂肪は筋肉に変わるんですかそういうイメージだったかも。ああはいはい。よくこうそうそう,そうさっきちょっとイントロでやりましたけど、うん、あの筋肉はタンパク質化になってし 脂肪は脂質からなるっていうのは、うん、全くはうん別物で、はい、脂肪はあのー、運動することによってあのー、なんんですかねうん、二酸化炭素 CO2 と水 <laughs> H2O としてか体の外に排出されるんですね<ー>、うん、体内で脂肪はエネルギーとして利用されて、うん、脂肪酸が細胞内で酸化されてその まあ、酸化されたのが水に分解されてっていうところで、まあ、体の、まあ、こう、排出物として、体外に出るっていう形で排出されるので、脂肪脂肪はそういう出方します。燃料,とし,燃料として使われて、筋肉の体のいうエネルギーとして使われて、そういう風うに使われていきます。で筋肉は動かすことによって、あの、さっき言った、前回、どっかのテーマで、 取り上げてると思うんですけど、筋繊維破壊して、筋肉痛をこう、繰り返す、して超、超回復か、超回復を繰り返すことによって、筋、ひだい、筋肉が強く、こう、太くなることによって代謝がアップして、あのー、こう、基礎代謝が上がっていくっていう形なので、うんうん、まあ結果、あの、太りにくい体作りにつながりますよ。うんうん、筋肉増えると筋肉量が。なるほど。うん。 とということになるのでどちらかとしてはあの体に蓄えている脂肪は燃料として使われるみたいなイメージで考えていただければ、はいまあ、それをたくさん蓄えていると、あのー、燃料がたくさん自分にこう持って歩いてますよという形になるのでそれがため込みすぎない形で、あのー、生活していただけるとまたいい形なのかなもっと動きやすい。 はい、形になると思うのでうん、うん、そういう、まあ、使い方とかね考え方されるといいかなというところですね。かだから脂肪とかね,ねあれや役割がそれぞれありまして筋肉も脂肪にそれぞれが体にとって必要とされているものなのでそれは、まあ、効果的にやって、まあ、使い方とか考え方でうまくこう 増やしたり、まあ、筋肉は増やしたり、うん、脂肪はこう、落とす、落とすところまで落とすって、落としすぎもあまり良くないですけどね。うん、は,いはいはいはい。さっき言ったように、ちょっと免疫力低下につながるので、まあ、一般の方はまあ、あんまり、まあ、ほどほどにっていうところの、うん、まあ、そういう中で、まあ、基本的な BMI とか、あの基本的なデータ、数値がありますよっていうところですよね。はい、うん。という形で、う筋肉は。 筋肉と脂肪の考え方をちょっとね、変えていただいて、はい、うまく日常生活の、まあえー、トレーニングとかね、そういうのに活かしていただければな、というところです。はい、うん。ういんうん、うん、しょうか。というところでしたけどね。ざっくりこう、触れていきましたけど、まあ今日はそういう、まあ、筋肉脂肪の関係性っていうところでちょっとね、お伝えしました、ということで。次回ですかね。うん、次回。次回は、えー 肩がゴリゴリなる原因は<ー>っていう形で結構ならないですか <laughs> 結構周りで<肩>、うん、なんかゴリゴリいったりこれまあこれもい,いろんな症状が出てくるので<ー>まあ前兆だったりするのでまあその辺をちょっとこう触れられたかなというところですそれでは、えー、今日のあなたの健康やる気スイッチオンまた来週、えー、ご視聴ありがとうございました